こちら、サムさん超分どっから授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。超分読解では、言い換えが重要というところです。そして、その言い換えは、じゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますと、ヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、専修大学の長文行ってみたいと思います。皆様、全体像をまず確認させてくださいね。段落は10個。そして、設問がですね、合計9つあるんですが、これをちょっと全部やってるとですね、もう視聴時間皆さん、えらいことになってしまいますので、ですから、内容一致問題ですね。これは皆さん、他の大学でも対策が図れますので、専修大学ならではということを考えると、この下線部説明と空所補充問題ですね。これで皆さん、焦点を当ててやってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。サミさん、第1段落と第2段落でございます。これを一読していただいた後ですね、こちら皆さん、問いの1番を考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントはですね、おそらくこの and じゃないかなという感じがいたします。というのも、皆さん、and の右側、ing になってますよね。で、and の左側も ing になってますよね。ですから、losing と keeping が対応していると。いうふうに考えていただけますと、下線部アにつながりますね。ですから正解は3番のウェイトが正解ということでよろしいかと思います。もちろん下線部アですが、キープの目的語になっておりますよね。そしてこちら、ルーズングの目的語はウェイトでございますね。ですから、ing と ing が対応するということは、目的語と目的語が対応するということでもございますので、ですから、ウェイトが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて第3段落でございます。皆さん、一読をしていただいたらですね、2番考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、下線部 E なんですが、そのまんま直訳していただけるとですね、多分正解にたどり着くかと思います。ですから、ちょっと見ていただきたいのは、プリビアスリサーチ、過去の研究、昔の研究が has found を分かりました。で、何が分かったんですかっていうと、エクササイズ does help ということで、運動は役に立ちますよ。助けになりますよ。じゃあ何のっていうと、people lose weight ということで、人々が体重を減らすのに役立つんですね。で、じゃあそれはどうやって、っていうと、by burning fat ということですから、脂肪を燃やすことによってということですね。これで皆さん選択肢選べそうですね。で、皆さん正解は4番ということでよろしいかと思います。そのまま、正しく解釈できれば4番につながっていくかと思います。で、ダメそうな選択肢ですね。一応、罰だろうというところにちょっとチェック入れてみましたので、このあたり参考なさっていただけると嬉しいかと思います。さあ、皆さん、続いて第4段落でございます。空欄ウーですね。これ皆さん、当然3番絡んでおりますので、考えていただけると嬉しいかと思います。で、皆さん、ヒントにしそうなところにちょっと線を引っ張ってみました。で、クーランウーをすることによって、人々はお腹が空いたり、もしくは、コンスムモアカロリーズということで、カロリーを消費するんですよね。じゃあ、皆さん何をしたらと考えていただけるといけるかと思います。で、皆さん、まずダメそうなのは3番のブレインストーミングかと思います。皆さん、ブレインストーミングは、こう、頭の中をフル回転させてですね、何かこう、アイデアを出す作業でございますので、これはちょっと皆さん、まず全然ダメかと思います。で、あと残りの選択肢はなんか全部いけそうな感じがする方のためにですね、これはどうでしょう。エクササイズの言い換えがありそうですね。となってくると、選択肢の1番ですね、ワーキングアウトが正解ということでよろしいかと思います。でもちろん、運動すること、体を鍛えることですからね。ですから、エクササイズと言い換え可能ということでよろしいかと思います。で、皆さん、ヒントにしたところと言われたら、例えばこれですね。前置詞の右側。そして、一般動詞の右側。
さらには B 動詞の右側ということで情報構造バッチリです。さらに続いて第5段落でございます。下線部 A がここにありましてですね、との4番絡んでおりますので考えていただけるとよろしいかと思います。デピさん、これもですねそのまま直訳していただけると多分選べるかと思いますので、ちょっと前からいきますね。まず、パティシパンツオアトラッキングデバイスということで、まあ、参加者は追跡の装置ですね。まあ、それを着用いたしました。で、どこにっていうと、オンザウェイスということですから、まあ、腰にですね。で、フォアウィーク、1週間。で、何をするためですかって言われたら、トゥトラックゼアエナジーエクスペンディチャーということで、エネルギーの消費量ですね。そして、ステップカウント。皆さん、これは選択肢眺めていただきますと、歩数っていうのはすぐわかるかと思いますけども、それをトラックですので、追跡調査するためにということですね。というふうに考えていただきますと、多分選べるかと思います。で、さん、正解は1番ということでよろしいかと思います。そのまんま直訳していただけるとバッチリですね。で、ダメそうなところに、ちょっと×をつけてみましたので、このあたりも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。サミさん、続いて第7段落なんですが、空欄 O ですね。こちらの問題ありますので、考えていただけるとよろしいかと思います。サミさん、ヒントになりそうなところにちょっと線を引っ張ってみましたが、まず、ハイアリズムフィジカルアクティビティですね。まあ、肉体的な活動、運動、それをやって、てるとですね、普通は体重が落とせそうなんですが、体重が増えているんですよね。これはどうしたことかというふうに考えていただけると、問いの5番いけるかと思います。ですから正解は2番ですよね。サプライズングに、びっくりということです。ですから普通は運動やってるとですね、体重がしっかり落ちそうなんですが、ところがどっかに増えてるんですよね。ですから確かにそれは驚きということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントにしたのはこれですよね。前置詞の右側ということで情報構造バッチリです。サミさん、続いて第8段落でございます。下線部かですが、こういう問題でございますので考えていただけるとよろしいかと思います。デビさん、この下線部かもですね、そのまま直訳していただけるといけるかと思いますよ。では、出だしです。It is not evident, 明らかではありません。何があって言うと、higher volumes of physical activity alone ということで、肉体的な活動、身体活動、大量の活動だけでプロテクティブ、守ることができる、予防できるということは明らかではないんですね。で、何に対してというと、against future weight gain ということですから、将来の体重の増加に対してですね、プロテクティブ、守ってくれる、防ぐことができるということは明らかではないというふうに考えていただけるといけそうですね。ですから正解は1番ということでよろしいかと思います。防ぐことができるわけではないんですよね。ですから残りの選択肢、全部できると言っているところが本文、It is not evident と異なりますね。それでは続いて第9段落でございます。空欄キーがありましてですね、選択肢これになりますので考えていただけるとよろしいかと思います。デビさん、ヒントにしたところ、しそうなところにちょっと波線振ってみました。で、皆さん、運動を中心として体重を減らそうというプログラムはあまりうまくいかないんですよね。というマイナスの内容から選べると思います。ですから正解は3番ですよね。プアリー。プアということで、マイナスの表現でございます。ですので、この波線としっかりつながりますので、問題ないかと思います。で、ヒントにしたところですが、これですよね。もちろん、イールドという一般動詞の右側ということで、情報構造バッチリです。さよさん、最終段落、第10段落でございます。皆さん、この空と形に関して、こちら問題ついておりますので、考えていただけるとよろしいかと思います。デビさん、どちらかというとですね、毛の方がわかりやすいかと思います。皆さん、健康をうにゃうにゃするんですよね。
で、それをヒントと言われたら多分こちらでよろしいかと思います。テミさん、特にこの辺りですよね。皆さん、イートウェルをしたら健康はどうなりますかね。もちろんこれですよね。インプルーブ、改善しますよね。ですから選択肢4番が正解ということでよろしいかと思います。テミさん、他の選択肢だったらなんか健康を全部損ないそうですよね。ですからやっぱりインプルーブということでバッチリです。テミさん、ヒントにしたところはこれですよね。ニードという一般動詞の右側ということで情報構造バッチリです。サムさん、お疲れ様でございました。先週大学ですね、下線部説明とか空手補充問題ですね、扱ってみました。で、本文そのものはちょっと長いんですよね。で、それは長いだけで、あとは説問はですね、そんなに難しい、という感じではないんじゃないかなという感じがいたします。ただやはり試験当日は余裕を持って解いていただきたいので、これですよね、 G マーチ、学習院とか明治大学とか、そのあたりの過去問で練習をすることによって当日はかなり余裕を持ってですね、合格点取れるかと思いますので頑張ってください。